第5話、ファーストコミュニケーション。それが私にもわからないのよね。あの時は私も外部情報を遮断して京四郎君とイリューダの生命維持に集中してたし、きっとアレキサンダーが京四郎君たちを守るために頑張ったんだよ。アレキサンダーの戦闘記録は AI が制御していて、提示も拒絶してるからね。いつもは私がリンクしてバックアップ取ってるけど、あの時は外部情報遮断してたし。気になるなら京四郎君がお願いしてみたらどうかな。結構喜んで見せてくれるかもよ。うん、多分あの AI には私も自由にアクセスできないもの。でもね、外部情報を遮断する直前、声を聞いた気がするんだ。京四郎君を守れって。その声を聞いて私は外部情報を遮断してでも生命の維持に専念することにしたの。だからひょっとしたらアレキサンダーも同じ声を聞いたんじゃないかな。それであんなことをしたのかも。実はそのあたりのメモリ思いっきり破損してて、完全には復元できないっぽいんだよね。な、疑ってるでしょ。私は人間と違って幻聴や空耳なんてものとは無縁なんだからね。そこは簡単よ。京四郎くんが私を信じてくれればいいの。なんでそこで爽やかにうなずいてくれないの。もう本当なんだよ、声が聞こえたんだから。その言い方全然信じてないっぽい。ちょっと京四郎くん聞いてる？たくもうひどいよ京四郎くん。この間あの軍用機や人工衛星がエルシドに向かって自爆したり墜落したりしたやつ。私の接続は問題ないみたいだけど。私がいなかったら危なかったよ。無事は無事かな。まだ寝てるけどね。外の高熱と高圧をまともに受けちゃったから、
その分意識回復するまで時間がかかるみたい。この自販機、京四郎くんを贔屓してない？シロさん、もう出歩いて大丈夫なんですか？何を言ってるんですか。アレキサンダーがいなければ私たちは今頃エルシドに蹂躙されてます。京四郎さんが謝ることなんて何もないです。それよりも大事なくてよかったですよ。って私何やってるのよ。もうただでさえ忙しい時に何サボって。あれ、京四郎くんもう平気なの？そっか、よかったわね。ねえ、しずはちゃんたちって京四郎くんたちの状態は常にモニターしてるんじゃなかったっけ？そうなんだけど、今はとてもそんな余裕ないのよ。高加護隊との戦闘後処理に混乱したネットワークの復旧、私たち総係でも手が足りないんです。京四郎くんたちの状態モニターまでやってる余裕なんてとてもじゃないけどないのよね。と言ってもそれはみんな一緒ですから、京四郎くんも今のうちに体力回復させておいてね。次にいつエルシドが降下してくるかわからないんだから。しずはちゃんたちも大変ね。大丈夫、京四郎くんの状態管理は私がちゃんとやっておくから。頼んだわよ。お姉さんに任せなさい。だからしずはちゃんたちは安心して作業に専念してていいわよ。え、お願いするわね。それじゃあ私たちは、じゃあまたね。あ、そうでした。指令が前回の戦闘で聞きたいことがあるそうです。はい、今は会議で出ていますけど、
戻ったら呼び出しがかかると思いますので、その時はお願いしますね。あれ？前回の戦闘の報告書は私が出したでしょ？それはそうだけど、やっぱりコンピューターの報告だけじゃね、パイロットからの聞き取りは必要なのよ。コンピューター差別反対！そういうことですから、キョシロさん。はい、わかりました。で、そこの私、悪いけどこっちのデータお願い。あ、はい。それじゃあキョシロさん、私はこれで。どのデータ？これなんだけど。お帰りなさい、キョシロ君。やっぱり気になる？キョシロ君？うん、ゆっくりおやすみなさい。おはよう、キョシロ君。89分11秒だよ。連絡はどちらからもまだ。もう少し寝ていてもいいよ。連絡来たら起こすから。これからどうするの？キョシロ君、大きい方？小さい方？別にどちらでも私は平気だよ。キョシロ君、まだ恥ずかしいの？うん、いいけど、ちゃんと起動してよ。キョシロ君、すっきりした？気持ちよかった？この時間は男性優先だから、いたとしてもエスカリオテとかピョートル部隊の人たちじゃないかな。シャワー浴びてく？それは残念。私が全身きれいにしてあげようかなーって思ってたのに。それはもちろん、まず私の全身にボディーソープを。せっかくいろいろ考えてたのに。キョシロ君、なんか食べる？ドクターからは何も言われてないから、好きなもの食べても大丈夫だと思うよ。食べ過ぎないでね。キョウシロウ君、麻婆豆腐好きなの？
そうなんだ。ねえ、京志郎くん、今度私が作ってあげるね、麻婆豆腐。いいレシピ知ってるから味には自信あるよ。ちょっと待って、ドクターから連絡。イリューダ気がついたって。どうする、すぐお見舞いに行く？はいはい、それが何？大体あんた何しに来たのよ。だからそんな余裕あんたにあるのかって聞いてるの。病み上がりでもやることいろいろあるでしょ。じゃあ報告書制作してなさいよ。一応あんたのも必要なんだから。ああ、報告書なら私が提出したわよ。じゃあ訓練でも。ダメダメ、京志郎くんも4時間前に起きたばかりなんだから。訓練はドクターに止められてるの。だからって私のところに来なくても。あんたに心配されるほど貧弱な体してないわよ。気を使ったつもりかもしれないけど、それが余計なお世話になってるってわからないの？とにかく私が大丈夫なのは確認したんでしょ。それなら早く出て行きなさいよ。
あのね、イリューダ、せっかく京志郎くんが心配してお見舞いに来たのに出て行けはないでしょ。うっさいわね。誰も見舞いに来いとも心配しろとも言ってないでしょ。京志郎が勝手に来たんじゃない。それを私に感謝しろって言うわけ。誰もそんなこと言ってないでしょ。もうとにかく今はあんたと世間話する気はないの。早く出て行ってよ。イリューダ、ちょっとひどすぎない？別に感謝をしろとは言わないけど、京志郎くんの気持ちも。なんで私が京志郎の気持ちなんか考えなきゃ。とにかく私が大丈夫なのは分かったんでしょ。分かったんならとっととあっちに行きなさいよ。あのね、京志郎くん、でも京志郎くん。まったく、何よあの態度。京志郎くんにそんな根性ないです。あんなこと言うイリューダをわざわざお見舞いする必要なんてないわよ。放っておきましょう。放って、大丈夫だってば。どうせ明日になったらいつも通りのイリューダに戻ってるわよ。でもイリューダってば、なんであんな態度と。しずはちゃんから連絡来たわよ。いつも社員亮と司令のお呼びです。指令室まで出頭してください。お願いします。それでは。私が出した報告書以上の情報があるとは思えないから、多分確認するためじゃないかな。まあ大したことは聞かれないと思うから、気楽にしていればいいと思うわよ。はい。私データも添付してバッチリ仕上げたはずなのに。確かに内容は十分なものですけど、それでもやはりパイロット自身による確認もしておかないと。ブー、コンピューター差別反対。あ
イブリッドにもクローンにも人権あるのにな。ま、あたしと京志郎くんは一心同体だし仕方ないか。なんでよ。出雲少尉とスーツって仲いいですね。え、そうかな。またスルー。ではこの点も問題なしですね。こちらからの確認は以上です。お疲れ様でした。あとは何かありますか、司それはもう、京四郎くんが変な目に遭わないように私が一生懸命書いた報告書ですから。結局、ネットワークの混乱をもたらしたのは誰なのか特定できないままになりそうですね。司令が言うと冗談になりませんよ。はい、お疲れ様でした、出雲少尉。事故処理に加えてネットワークの復旧もあるからね。それより京四郎くん、これからどうするの？え？どういうことですか、ドクター？ん？少し目を離した隙にって、彼女体調だってまだ完全に回復したわけじゃないんでしょ？京四郎くん？ええ、イリューダがいなくなったの。わかりました、ドクター。こちらでサーチします。サーチ結果、出ました。イリューダ、やっぱり基地の外にいるわね。基地から東南東に3キロの地点。ほら。時速約20キロで移動中。やってるけど、携帯の電源切ってるみたいで。
もう何やってるのよあの子は。すぐに回収部隊を出します。京志郎くん、あんた何しに来たのよ。くじだと思うけどな。すぐスーツにリンクして。マーカーが消失したの。原因は不明。可能性としては携帯が破損したか、何者かに電波妨害を受けていることが考えられますが、どちらにしても歓迎できる状況じゃないわね。京志郎くん、はい、データは？もうリンクさせてるから大丈夫。本部起点より東南東3260メートル、ビル街の路地。2時間前から降ってるわね。気象制御衛星の予定だと雨になるのは日没後のはずなのに。もう了解、ナノスキンヘルメット点火。